に今ですね、フランスのニースにいます。で、ニースの、駅から近いところにセント・ゴッドハードっていうね、今宿泊まってるんですけど、1泊50ユーロで泊まりました。まあ今、2010年8月の18日なんですけど、かなり狭い部屋なんですけどね。エアコンこれ使えないみたいなんですけどね、結構割引いてもらって50ユーロです。15平米ないぐらいですかね、これ。で、今こっちが、一応でもトイレとシャワーが部屋の中ついてます。スタッフは結構ね、親切でね、いい感じの宿であります。